バリーの直営店バリーは、スイスの靴、バッグなどを製造する企業である。スイスゾロトゥルン州、シェーネンベルトにある家族の家の地下に、カール・フランツ・バリーと彼の兄弟フリッツ・バリーによって、設立。元々の家族経営は、男性リボンの製造だった。1851年シェーネンベルトに設立され、3年後に、村の中心に位置する最初の工場が建設された。 1854年、フリッツ・バリーは引退。1870年代までに、バリーは、フットウェア業界のリーダーとして認められた。1892年に、ブランドの創始者が会社を息子に手渡すと、CF ・バリーサンズに変更された。バリーは、国際的に成長し、ジュネーブ、ブエノスアイレス、パリ、ロンドンに出展した。1980年代には、 バリーは改革後と開業でオープンした最初のヨーロッパの高級品ブランドの一つとなった。2008年 TPG キャピタルはバリーインターナショナル AG をオーストリアのウィーンに拠点を置くラベルクスグループに売却した。ドイツの億万長者ライマン家族によって家族の投資部門上映ベンキーザーの一部として設立された。ありがとうございます。